ベイブレイ。どうもベイブレイズ開発チームの白長と高坂のベイブレイ。ベイブレード X とは超加速ギミックエクストリームダッシュによる驚異的なスピードと衝撃でエクストリームなバトルを繰り広げるギアスポーツ。またベイバトルパスやアプリと連動、ベイバトルがデジタル連動でさらに面白くなります。詳しくはこちらの動画を見てください。今日紹介するのはこちら。おベイバトルパスとスマートフォンアプリベイブレード X を紹介していきます。こちらはですね、デジタルの技術を使ってなんとベイブレード、そしてベイバトルをより楽しくできちゃうよというようなものになっております。じゃあ早速見ていきましょう。はい、ベイブレイ。まずはこのベイバトルパスについてね、説明していきます。ベイバトルパスはランチャーに取り付けることでシュートパワーやシュート回数を計測記録できるデジタルデバイスになっております。とんでもないですね。技術詰まっております、はい、でもちろんランチャー、ワインダーランチャー、ストリングランチャー両方に対応しておりまして、最高シュートパワーとかが出ると緑、オレンジ、赤の順番でピカピカピカと光りますので、これにて自分のシュートパワー更新されたとかが見ることができちゃいます。そしてこのベイバトルパス、スマートフォンアプリベイブレード X と連動することでより本領をね発揮いたします。このスマートフォンアプリベイブレード X は皆さんのベイブレードの活動をサポートしてくれるアプリになっております。まずはですね、先ほどのベイバトルパスと Bluetooth でこのアプリ通信することでシュートパワーだったりシュート回数をなんと具体的な数字、もう数値としてこのアプリ内に記録することができちゃうんですね。なるほど、アプリを使うと自分のシュートパワーとか回数が見れちゃうと、はい、見れちゃうんですよ。確かにスポーツ選手もやっぱり数字見るの大事ですからね、そういうの。もうベイベイドスポーツですから。それだけではなくて、例えばカタログ機能っていうのがあるんですけど、こちらは、はい、その今まで出たベイブレード X のベイのパーツとかこのスペックとか性能をなんと見ることができたり、これ自分が持ってるかどうかみたいなチェックとかもなんと見ることができちゃいます。便利ですね。非常に便利でございます、はい、他にもですね、最新情報がニュースの形でね、はい、一覧で見れたりとか、もうほんとこのアプリがベイブレの活動をサポートしてくれちゃうよという感じになってます。いやー、高坂さん、これもう至れり尽くせりじゃないですか、はいはい、もうお腹いっぱいですか。いや、もうだって相当なサポートですよ。ここからですよ。お、なんとこのアプリにはですね、ゲーム機能も入っております。ベイバトルパスと通信することで遊べるシュートジムというゲームがございます。シュートジムはリアルタイムになんとシュートパワーを計測できちゃうゲームでございます。あ、すぐにじゃあ自分のシュートパワーがいくつみたいなことが分かるってこと。そう、分かっちゃうんですよ。なのでまず自分のシュートパワー測って、その後たくさん練習してどれだけ成長したかとかね、具体的に見ることができたりとか、人とシュートパワーを比べてバトルするとか、いろんな遊び方ができますので、ぜひやってみてください。はい、ちなみにこのシュートパワーってなんか基準はあるんですか。はい、基準はね、だいたい5000から6000ぐらいが、まあ、基準になってまして、はい、ただ我々ベイブレード開発チームはなんとだいたい1万を、ね、超えております。ぜひ1万以上目指してみてください。ベイブレイ。いやー、高坂さん、はい、サポートもゲームもできて、はい、もうこれ以上はさすがにないっしょ。お腹いっぱいですか。いや、もういっぱいです。ここからですよ皆さん。お、なんと先ほど紹介したシュートジムとか日々のねシュートによって、はい、アプリの中にベイポイントというポイントがどんどん溜まっていきます。他にも、はい、商品にね、ついてるベイコードを読んだりとか、大会やイベントの参加賞とか上位入賞景品だったり、あと B4 スターに行って来店ポイントを読んだりすることでポイントはね、貯めることができるんですけど、はいはいはい、このベイポイントを使ってなんとレアベイが当たるかもしれないレアベイゲットバトルというゲームにこれまた挑戦することができちゃいます。レアベイ、レアベイゲットバトルで当選するとこの特別なレアベイがゲットできたり、限定品がね、買えるチケットがなんと当たっちゃうよというようなゲームになっております。いやー、これはかっこいいですよ。いや、めちゃめちゃかっこいい。両方ともメタルコートもねされておりますから、はい、じゃあこの2つのレアベイについてちょっと説明していきましょう。はい、
まずは限定品購入チケットが当たることで購入することができるヘルズサイズ 460T メタルコートゴールドでございます。おお、メタルコートがもうされてるんですね。そうですね、金ピカにメタルコートがされて、はい、もうスペシャルなカラーリングで性能もアップしたヘルズサイズでございます。はい、ヘルズサイズはバランスタイプで攻撃と防御のバランスに優れたベイブレードになっております。詳しいね性能はこちらの動画を見てください。そしてレアベイゲットバトルで当選するとゲットできるのがこのコバルトドレイク 460F メタルコートブルーでございます。いやもう青色でこういう風にブレードが塗装されているのでメタルコートブルーと、はい、はい、そういうことでございます。そしてコバルトドレイク、今まであの紹介したベイ聞いたことないですよね。ないです。なんとこのレアベイゲットバトルでしか手に入らないベイブレード、特別なベイブレードになっております。なんと超レアじゃないですか。めちゃめちゃレアです。このコバルトドレイク 460F アタックタイプのベイブレードになっております。ブレードコバルトドレイクにはですね4枚のこのドラゴンの顔を模した大きなね歯がついているのと、このブレード自体もかなり重量級のブレードになっておりますので非常に重い攻撃を相手にねぶつけることができちゃうブレードになっております。ビットはねフラットビットになっておりますので、エクストリームダッシュで駆け回りながら先ほど言った重量級の攻撃をすることができちゃう、本当にね攻撃に特化したベイブレードになっております。そしてねパーツもこんな感じで全てのパーツがツートーンの赤と青のツートーンカラーになっておりまして非常にかっこよく仕上がっておりますので、ぜひねこのコバルトドレイク、そしてヘルズサイズメタルコートゴールドを目指してレアベイゲットバトルに挑戦してみてください。ベイブレイ、いや高坂さん、はい、アプリもサポートもゲームもできて、はい、なんとポイント集めたこのレアベイも手に入るかもしれないということで、はい、もう盛りだくさんなんですけれども、ですよ、このアプリいつ配信なんですか。アプリの配信日はこちらです。ドン、楽しみにしていてください。はい、そしてね、はい、このアプリを使用するためには対象商品のベイコードを読み込む必要がございます。こちらについてはホームページの方をご覧ください。アプリのね詳しい操作方法は別途動画が上がってますのでこちらの方もチェックしてみてください。そしてそしてレアベイゲットバトルの機能は8月以降に実装予定ですので、でもねその配信されてから実装までのポイントは貯めることができるので、はい、ぜひポイントを貯めておいてください。はい、ベイバトルパスのベイコードをね読み込んでいるとベイバトルパスボーナスポイントももらうことができます。そしてそしてそして、はい、この夏イベント盛りだくさんでございます。いやもう本当に盛りだくさんですね、これ超イベントあります、はい、ぜひお近くのイベント行ってみてください。はい、詳しくはホームページに載っておりますのでチェックしてみてください。はい、この夏はベイブレード X で盛り上がっていきましょう。3、2、1、ゴーシュー、バイバーイ。